デボンはイングランド南西部の地域であり、デボン州とも呼ばれる。コーンウォール半島の中部に位置し、西にコーンウォール、東にドーセットとサマセットにそれぞれ接している。かつてはデボンシャーと呼ばれていたが、現在ではいくつかの名称とデボンシャー公爵の称号に残っているのみである。地名のデボンは、西暦50年頃に南ブリテンに侵入したローマ人によって、 その地に住んでいたケルト人を指して付けられた。ダムノニーという名前が付けられ、意味は深い谷に住むものという意味である。4億800万年前から3億6300万年前を指す地質時代のデボン期は地層がよく分布し、世界で初めてこの時代の地層が研究されたこの地域名にちなむ。詳細はデボンの歴史を参照。デボンには表記の終わり頃、 紀元前6000年頃には定住者がいたらしい。紀元前3500年頃からの農業の跡が見つかっている。1世紀頃にローマ人が南部のエクセターに集落を作り、それ以後3世紀にわたり定住し続けた。5世紀頃からゲルマン人がイングランドに移り住み始めたが、7世紀の初めになるまで積極的な進出を行わなかった。その後、 一世紀以上にわたり隣接するウェイセックスと小規模な衝突を繰り返した後合併している。イングランドで唯一二つの海岸線を有する州である。州内にはダートムーア国立公園があり、サマセットとの間にはエクスムーア国立公園が横たわる。これ以外の地域は起伏に富む田園が広がり、多くの観光客が集まる。南部海岸には 東京などのリゾートがあり、エクスマスは、世界遺産、ジュラキ海岸の生誕になる。海岸に沿って鉄道が走る。デボンの気候は、北、大西洋海流の影響で温暖で雪は少ない。最高気温は8度 C から19度 C、最低気温は4度 C から13度 C である。年間降水量は、ダートムーア周辺で2000ミリメートル、南部で750ミリメートルである。 デボンを広く覆うのはデボン機の石灰岩である。北部からコーンウォールにかけてクルムと呼ばれる石炭機の炭層が分布する。内陸中央には花崗岩が見られる。ポートランドにあるジュラギの海岸デボン州はデボン州とその周辺の聖人であるセーペトロックに捧げられた独自の旗を持っている。この旗は2003年に BBC デボンで実施された。 オンライン投票で選ばれた。緑の地に黒で縁取られた白の十字のデザインである。他の南部の州と比較すると、コーンウォールと同じように、デボン州の経済は、伝統的な漁業や、鉱山業、農業が低迷しているため苦しんでいる。デボン州のほとんどの地域が EU からのオブジェクティブにレベルの要支援地域に指定されている。2001年の皇帝益問題により地元の 落農家は大打撃を受け、その影響は州全体に広がっている。デボン州の温暖な気候は、金融業のように地理や大都市や主要な交通網からの距離にあまり影響を受けない産業の誘致に役立っている。例えばダートムーアでは、金融業の雇用者数が大幅に増加している。主要な市町村を次に挙げる。詳細は、カテゴリー、デボンの地方自治を参照。 フランシス・ドレーク、ハンフリー・ギルバート、リチャード・グレンビル、ウォルター・ローリー、フランシス・チェスターなどの船乗りで知られている。17世紀後半の最も悪名高い海賊と、いわれるヘンリー・エイブリーは、ニュートン・フェラーズの村で生まれたとされる。ジョン・オックセンハムは、ドレークの注意だったが、スペイン人からは、海賊とみなされていた。他の有名な船乗りに、 南極点到達を果たすも、遭難死してしまった、テラノバ征隊のリーダーであるロバート・スコットがいる。文学者では、詩人のサミュエル・テイラー・コール・リッチや、推理作家のアガサ・クリスティが生まれた。警官詩人であったテッド・ヒューズや、アイルランドの作家ウィリアム・トレバーは、デボン州に移り住んでいた。画家では、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツを創設したジョシュ・ア・レノルズが、いる。風刺作家、 作家、コメディアンのピーター・クックは、トーキーで生まれた。プリマスで生まれ、ディスカウントチェーン、ザ・レンジを創設した、実業家、クリス・ドーソンは、同地に本社を置いている。俳優のマシュー・クードは、デボンで育ち、同じく俳優のブラッドリー・ジェームズの出身地である。歌手のジョス・ストーンが幼少期を過ごし、コールドプレイのフロントマンであるクリス・マーティンが、知られている。マシュー・ベラミー、 ドミニク・ハワード、クリス・ウォルステンホルムからなるミューズは全員デボン出身である。ロックバンド、スレードのデーブ・ヒルはサウスハムズ地区にあるフレテハウスで生まれた。シンガーソングライターのベン・ハワードは小さな町トットネスで育った。映画監督にはロジャー・ディーキンスがいる。犬のブリーダーであるジョン・ジャック・ラッセルもデボン出身である。ノッティンガム・フォレスト FC や バーミンガムして FC などに在籍した元、プロサッカー選手であり、100万ポンドプレイヤーとなった、最初のイングランドのサッカー選手である、トレバー・フランシスは、プリマスで生まれ育った。水泳選手のシャロン・デイビーズと飛び込み選手の、トム・デイリーは、プリマスで生まれた。オリンピックランナーのジョー・ペイビーは、ホニトン出身。 レスター・タイガースとブリティッシュアイリッシュライオンズのラグビー選手ジュリアン・ホワイトはデボンで生まれ育ち、現在は南デボン牛という血統を飼育している。オーストラリアのクリケット選手グレン・マクグラスと結婚したジェーン・マグラスはペイントンで生まれ、乳がんとの長い戦いとその後の乳がんによる死は、オーストラリアを代表する慈善団体の一つ、マグラス・ファンデーションの設立に影響を与えた。 また、ナンシー・アスター、グリネス・ダン・ウッディ、マイケル・フット、デイビッド・オーウェイなどの著名な議員が庶民員の代表となっている。ありがとうございます。